か。通ります。さあ上がりを待つ2人3人4人帰ってきた。クロスを上げてここでヘディング落としてシュート決まった。リュークのシュート、これで3点目。清水エスパルスが後半一気に3得点を挙げました。完全に崩されましたね、はい、綺麗に今清水が崩しました、はい、左サイドフリーだったチョンテセからクロスを上げて、さあもう一度そのシーン、頭で落として最後はファーで待っていたデュークのシュートでした。